多くの受験生が覚えるのに非常に苦労する、いわゆる多義語と呼ばれるさまざまな意味を持つ英単語。今回はそんな多義語の絶対に忘れない覚え方についてお話しします。例えば、ファッション。名詞では流行、やり方、ファッション産業、また多動詞として何々を作り出すなんていう意味があります。ここで皆さんは頑張ってこの4つの意味を無理やり覚え込もうとしますが、そのように詰め込んだ知識というのは、 時間が経つすぐに記憶から抜け落ちてしまいます。そこで皆さんに実践していただきたいのが、矢印でつなげて覚えるという多義語の覚え方です。では、ファッションを例に見ていきましょう。ファッションは、英和辞典にも記載がありますが、もともと物を作り出す工場、factory や、人々によって作られた事実、fact などと同じ語源から出てきています。つまり、 ファッションはもともと何々を作り出すといった意味からスタートしているわけです。そしてそれがどのように作り出すのかというやり方につながります。やり方といってもいろいろありますが、例えば写真の撮り方。かつては自分の写真を撮るときにカメラを誰かに渡して撮ってもらったりとか、もしくはセルフタイマーで撮ったりとかしていましたが、今ではスマホのインカメラで自撮りするのが当たり前。 それが今のやり方、今の流行ですよね。そんな流行に最も敏感な業界といえば、医療品を取り扱うファッション産業ですよね。このように、一見バラバラに見える多義語の意味も、それぞれのつながりを考えて流れを作ってしまえば、非常に納得して覚えることができます。皆さんも、もし知らない多義語に出会ったら、この 矢印でつなげて覚える方法を実践してみてください。